おはようございます。こんにちは。こんばんは。ノーミルク佐藤です。そして。皆さん、こんにちは。福島です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日の話題なんですけど、福島くん。はい。えー、この週末今日ですかリーグ戦お休みだっていうところで、でねはい、まあ、ワールドチャレンジというか。はい。ということで、VS シツットガルトということで、よろしくお願いします。と、はい。 ずっとガルトと京都やるんだね。そうですねは。は、かなり楽しみですね。なんかすごいところついたというか。はい。ねいはい。後ほど紹介もありますけど、去年かなり、あの、ずっとガルト躍進したチームなので、楽しみですよね、うん。これ、あの、見ていただいてる中で、正直海外ほぼ知らねえんだって方少なくないと思うんですけど、はい、ずーっとなんだったら、 香川真司が、こあの、ドルトムントいたぐらいのか、10年ぐらい前の実家、ずーっと優勝し続けてきた、バイエルンが、なんと、昨シーズンは3位で終わってしまったんですけど、まあ、1位がレバー偶然で、2>, はい、2位がこのスットガルトだったわけです。要は、バイエルン以上のチームが、日本に来てくれた、ということになるわけで、はい、そんなチームと今日と戦う中で、どんな点に注目していけばいいのかな、なんてことを今日は喋っていきたいなと思いますので、皆さん今日もどうぞ。 よろしくお願いします。まあ、そんな感じで、ミルワカ、トボドもいろんな動画出しておりますので、ね、福島くんこちらは京都欧米ですからね。はい、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで、京都トボの皆さんもぜひね、よろしくお願いします。ですけれども、まあ、ちょっと今言ったところではあるんですが、ちょっと、注目ポイント等々ピックアップしていこうかなと思っております。はい、え、ということで、今話したことではあるんですが、えー、去年はバイエルン以上の成績をね、 え、叩き出していて、え、はい、ブンデスリーガ、まあ、ドイツね、え、2023、2024では、え、レバークーゼンに次ぐ第2位だったと。まあ、ちょっとレバークーゼンがね、無敗優勝なんてことしてるんで、ま、とんでもないですけど、ただ、スッとガルトはその前、あの、遠藤渡る選手とかがいた時期は、残留争いしてましたもんね。そうですね、広角プレイオフまで行くような形でしたから。ね<ー>はい。 大躍進っていう感じですよね。そう,そうだよね。そこから、だからか、新監督ヘイネスがやってきて、まあ、伊藤博樹、はい、あとは、ドルトムと言っちゃったけど、まあ、ギラシーとか。はい。まあ、いっぱいね。 アントン、キャンだといっぱいいるけど、ンンそういうところ、はい、まあね、今回のユーロにもドイツ代表にバイエルンと同じかな、最多の数、一つのクラブから最多の派遣数みたいな感じとかになってたりしたので、まあ、それぐらいちょっとね、実は強いチームなんだよってことを覚えておいていただければと思います。 で、まあ遺跡もあったりだとか、有名どころは少ないかもしれません。それこそ伊藤博選手もね、えー、バイエルに行っちゃったってところはあったりしますけど、まあこれからをこう担っていくような選手だったりだとか、それこそこう有名、めちゃくちゃこう世界にこう名が立ってるわけではないかもしれないけど、必ずしもそういうチームが優勝するわけでもね、福島君、ないよね。そうですね、はい。 そこでどれだけこうまとまり作れるかってところで、ある意味では今のこうブンデスリーガを知れるような戦いになるんじゃないのかな、なんていうふうに思っていたりします。じゃあ、はい、それは、まあそれとしてってところで、はい、まあそんなね、シ、はいえー、トとガルト側のことだけ喋っててもしょうがないので、ちょっと京都の話もしていきましょうか。そうですね。はい。ってことで京都もですね、予想スタメンちょっと福島んが作ってくれたので、ちょっと見ていきましょう。こちらでございます。ドン。ちょっと右側からお願いします。はい はい。えっと、予想スターメンなんですけれども、いつも通りの4、1、2、3で、はい、左から、えっと、クゴルイクソン選手、左からミサオ選手、北選手、鈴木選手、宮本選手。うん、で、アンカーに米本選手、インサイドアーフに平戸選手、福岡選手で。で、ウィングの位置に平賀選手、トゥーリョ選手、トップに原選手を予想しました。なるほど。よくこういう試合って、こうなんかチームによってはちょっと完全若手でいって、 イくぜ、はい、チームあるっちゃあるけど、はい。もうこれは福島君予想で考えると、まあ要は前半がはし、い、るある程度主力でいきましょうか。今日,今日で実はですね。はい。というのもやはりちょっと、まあ夏移籍の加入だったりっていうのが参加の場合多かったので、ちょっと、やっぱりまだ、この時期もちょっとすり合わせのところをしてもらえて、うん、なおかつちょっと若手の選手も、 出していただけたいような感じですかね。なるほどね。前半はこのメンバーだけど、はい、まあじゅんぐりじゅんぐり変えつつ、だから最近やってきたあのディフェンダーのルーカス・オリベイラ選手はい。を使って、まあ見れたら使ったりとか、あとやっぱり見たいのは、ね、安西くんとかですかそうですね。はい。見たいですよね。安西くんはあれですか代表合宿帰りでこっちにもそのま参加するみたいな感じなのかな、はい、そうですね。昨日、えっと、昨日というのがちょうど、 収録してる日が26日だ。えー、日で7月25日までが代表の拘束期間中だったので。そうなんだ。そうですね。26日からおそらく交流できてると思いますので、平賀選手、安西選手、北選手は、うん。出場可能かなと思います、うん。なるほどでございます。あとはちょっと、はい、まあもうね、リーグ戦が今中断期間ってことはありますが、ちょっと左側のところを確認していきましょうか。今の京都の状況ですね。 はい。えっと、はい、今季の京都は、えっと、6勝7分け11敗の勝ち点24で17位。うん、で、ちょうど中段明けの10秒戦に2対1で勝利を収めまして、うん、ここ直近5試合負けなしっていうところで、一気に合格権を出ししました。いやー、すごかったですね、ここね。はい。いや、素晴らしかった。これも京都サポートしていかがですかいや、もう、 序盤戦相当苦しんだので、ここまで持ってこれたっていうのは、かなり合格点かなっていうところで、うん、<laughs> まあ本当に言えば、史上最高の段階というところで、上位ではいたかったのではあるんですけども、まあ、序盤のことを考えると、最低限のところまで持ってこれたかなというところですね。なんか、あの、これ改めてなんかどっかでなんかやってもいいのかなと思ってるんですけど、はい。あの、俺ね、その、 京都がとか、超記事監督が悪かったみたいなのをちょっとあんまり思えなくて。はい。なんか今年って結局、まあよくいろんなところでも最近この中断期間のところで叫ばれてますけど、この4-1-2-3ってそれこそあの、王道オブ王道の、それこそ優勝するチームに必須のフォーメーションなんじゃないかなってのはすごくあるんですよ。はい。 だけど、あの、やっぱどのフォーメーションだったり、どの戦術だったりだとかっていうのも、なんてだ、なんてだろうな、絶対ってないじゃない。そうですね。で、なんだろう、こうやりたかったことみたいなものが、多分今年の中だとは、その、な,なんて言うんだろうね、あの、バツワード、なんかバラエティ番組っぽく言うんだったらだけど、はい、だ結局、同じフォーメーションでやったのが、浦和だったり、マリノスだったり、川崎だったり、セレスだったり、やっぱ優勝狙うチームたちがこの最初フォーメーションやってって、 そこから、やっぱりプレス、去年の神戸とか、今年の町田みたいな、あとは上位に起こしている広島っていうところの、こう、そこに対するアンチテーゼのようなフォーメーションとか戦術を繰り出していこうと思ったんだけど、そっちに対、そっちに対する対策みたいなものこのなんか、4123である程度ボール回して、こう、なんだったらこれ我々、なでしこの試合の翌日に撮ってたりしますけど、はい。ああいうステインのサッカーを攻略しようせ感。 が、あったようなシーズンでも序盤戦はあったかなと思うので、なかなかこのシステム自体がちょっと攻略されやすかったっていうのはあったと思うんだけど、はい、今むしろ京都だけだもんね。ずっとやり続けてんの。なんだっそうですね。はい。フォーメーションも変えずっていうところで。そうだね。だからむしろ、なんか、その中で生き残り続けてるって、ある意味では最強に近いんじゃないかと僕は思ったりするんですけど、なんだったら今はね、はい、湘南か京都どっちかがこの夏の最強チームでしょ。 そうですね。入っていいと思うから、なかこれはいい状況にあるんじゃないかな、なんて思うんですが、やっぱあれですね。改めてですけど、おー、安西君この右のスタメンはいませんけど、はい、途中投入とかで出てきて、VS チース・アンディみたいですね。いやそこが楽しみですよね。はい。うん。あとは福島くんが注目ポイントに書いてくれてるけど、はい、やっぱそのアンダー19の日本代表に入ってるような選手もそうだけど、はい やっぱ今回ね、このブンデスの、やっぱりトップオブトップのような選手たちに対戦できるってところがあって、はい、若手の選手たちに何かこう、浮上のきっかけを掴んでほしいなって。はい。ありますね。思いますね。はい。うん。で、あとは、まあ、もう当然ですけど、あとは、そうたくんが出ましたね。初戦。そうですね、初戦からスタメあの、ベンチ、ベンチであったんですけれども、途中から交代で入って、ね、得点にも絡んで、いや、そうで、ね、してましたので、 めちゃくちゃ楽しみです。今,今後も楽しみですね。俺2000めちなみにスタメン予想です。川崎総理。本当ですかはい。まあそれはちょっとまた、えっ、ー、と、あ、でもそうか。この動画が出てる日に多分同じような感じのミ見る若の、見る若朝に、えー、マリ戦のプレビュー出てると思いますので、そちらも皆さん見ていただけたらと思います。はい。はい、はい。っていうところで、まあ、京都がこのメンバーで戦うんじゃないかなと思いますけども、じゃあ逆にスッとガルとどんなメンバー来たのかなってところも見ていただきましょう。はい えー、福島くん作ってくれました。こんな感じのメンバーです。はい。はい。で、あれよね。え、例えば、日本人関係ってとこだと、この45番、チェ・サンリ選手。はい。がいるよってところと、はい、あとはアジア全体で考えられた、ま、10番ですね。チョン・ウヨンそうですね、はい。はい。まあ、あとは、ま、有名どころで言ったら、ま、キーパーのニューベル選手が、何人かいるかなってところだけど、はい、あれですよ、う 組がお休みですかそうですね。はい。ユーロ組がいないので、うん、ドイツ代表だったりとか、ええス、スイス代表だったりの選手が入ってないというところではあります。うんうん、まあ、多少こういう時期は仕方ないですね。そうですね。同じような意味で言ったら、こっちだって今日だって川崎颯太が居ませんってことになるわけだから、またもっとはしょうがないかもしれませんけど、ねはい、この中からですね、えー、我々ちょっと注目選手5人ほどピックアップしてみたので、注目選手だけじゃ注目の方5名。 えー、ピックアップしてまいりましたので、ちょっと皆さんにも見て聞いていただけたらと思います。えー、ピックアップしたのがこんな皆さんでございました。ドン。えー、一人ちょっとね、選手じゃない方が一番上にマしますけども。<laughs> <れ>いやー、これ結構なメンバーよね、藤本君ね。そうですね、はい。なんか、世界的にはめちゃくちゃ有名かって言ったらあれかもしれないですけども、結構、あのー、すごいメンバーかなと思います。 だって今年チャンピオンズリーグに出てくるメンバーってことになりますからね。そうですね。はい。ストレートインで、うん、チャンピオンズリーグにってますので。そうなのよね。はい。ってことで、まあちょっといろいろ見ていこうかなと思うんですけど、皆さんに一番知っててもらいたい人っていうところで言うと、俺はまず上二人かなと思ってて、はい。テーネス監督と、あとはニューベル選手。ととニューベル、ね、はい。 もともとあの、一年、一個、さら、もう一個、さらに前のシーズン、2022、2023の、ま、後半とか終盤のところで、このチームの監督についたヘイネスさんですけど、ま、見事その時は残留に導き、ただその時はもう残り時間がなかったっていうのも、あと、あと1ヶ月、残り1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいのところで就任だったから、とりあえず残留まで導いて、で、もって、去年は、ま、いわゆる2位までの大躍進ってことを遂げたんですけど、もともとあれなんだよね、はい。 あの、今回イス、スットガルトから伊藤博樹選手がバイエルに行ったけど、はい。それこそ、あの、コンパニ監督じゃなくて、ヘーネスさんが行くみたいな話あったんだよね。そうですね、はい。もともと、あの、うん、何人か候補上がっていた中の一人にヘーネス監督が入ってましたね。かだから、なんだったら、このままの流れ考えるなら、いわゆるコンパニの公認が、はい。ヘーネスになるんじゃないかって話がずっとね、ドイツ国内で。そうですね、はい。 で、だからその取り組みの一環の一つが、まずスツットガルトから、まあもう大金で伊藤博樹を引き抜いたことっていうふうに言われていて、はい、で、次にゴールキーパーのニューベル取ろうって話があるんだよね。そうですね、はい。で、彼をノイヤーの後釜に据えるんじゃないかって話があり、 で、伊藤博己を、まずもディフィールドのところで、えー、馴染ませておく。で、ノイヤーとチェンジでニューベルに守護神やってもらう。で、その二人を含めた上でまとめられる人としてってので、はい、ヘーネスを後から呼びましょう、みたいな話になってると。はい。どうも、それぐらいの選手監督だと思っておいていただければいいんじゃないか。そうですね。はい。そして、はい、あと続いて真ん中に入れたのが、フォワードのデミロビッチ選手。はい、デミロビッチ、はい。 デミロビッチは今回あれですね、遺跡でアークスブルーからやってきた。そうですね、はい。だから彼からしたら、もうそれこそ京都側としても、この夏の遺跡市場のところで、まあ、取った選手たちのこうフィットをこう高めていくような試合になればベストだろうし、はい。逆にスットガルトからすれば、このデミロビッチをどれだけ馴染ませられるかっていうのも今回の京都戦と広島戦ってところでちょっと大きいところですよね。そうですね、はい。 元々はギラシーっていうフォワードがいて、ただもう前半からもうぶっ飛ばしもめちゃくちゃ点取ってたハリケー・ケイト2人で何点取っちゃうんだろうね、みたいなところが、<laughs> はい、去年のシーズンのね、前半戦からの注目ポイントでしたけど、ただ、ね。はい ええー、ちょ、おけとかもあって、一時先生離脱だとかもあったし、パ、プラス今となっては、まあ、移籍もしちゃいましたってところがあるからこそ、去年15点取ってる、うフォワード、デビロビッチをどれだけこのチームに活かすことができるかっていうのは、まあ、リーグ戦だったりだとか、あとは CA でどれだけ戦えるかの結構指標になってくるのかな、というところでしょう。そして、あとは下2人でちょっとアジア系、はい、韓国人選手、日本人選手入れてますけど、はい、チョンウヨンね。 そうですね。チョン・イオン選手、僕結構注目でして、えー、で、あの、サンガにも数年前にチョン・イオン選手っていたんですけど、その選手とは違う選手ですよっていとってね。そうですよね。そうですよね。っていうところで、若い選手になるんですけども、うん、今も現役韓国代表というところで、うん、で、このチームの背番号10番を背負ってる選手になります。すはい。で、もともとアインチョンに行って、そこからバイエルンのユースに移籍して、うん、で、バイエルンでは、あのー、 チームで定着はできなかったんですけども、CL にも出場したりっていうところで、はい,はいはいはい。かなり期待はされてる選手かなというところで、なかなかそこからフライブルグ行ったりとか、うん、まあ、シュッとかルトっていうところではあるんですけども、ただ現役、韓国代表っていうところで、かなり安い選手かなというところです、ね。彼にはちょっと頑張ってもらわなきゃいけない。そうですね、はい。で、もう一人がね、チェイス・アンリ君。はい。 今回も背番号を与えられて、まだあれ、ね、一応トップチーム完全登録みたいな、福田仕様みたいな状況ちょっと違うのかなと思います。そうですね。はい。でもまあ、今回の態度を含めたけど、おそらくは今年から、まあ去年の段階でベンチ入りは何回かしてたけれども、おそらくは今年からトップチームでまあ活躍が見られるような感じになってくるんじゃないのかなというところですね。はいはい、ええもともとは少子高校で、あともともとはパリオリンピック世代の日本代表。 はい。直前の6月なんかもね、アメリカ遠征に帯同してるっていうところとかもありましたから。はい。まあ彼にもね、それこそストカルト、それこそもう遠藤渡る、原口元気、伊藤博樹みんな移籍しちゃったよってところがあるから。はい。あとは次の、次としてはここのシェイス・アンディ選手に活躍いただいて、やっぱり日本からストカルトっていうところは、なんかちょっとね、ここ継続してもらえるような感じになってもらえたらいいのかな、なんていうふうに思いますと。 はい。というところですね。ってことで注目選手でございました。で,ねはい、で、最後のとこちょっと見てもらいたいのは、これも福島君に作ってもらったんですけれども、はい、今後の京都さんの流れですかはい。そうですね。はい。いこうと思いますが、次戦は、8月に入って、ミッドウィークの名古屋戦。はい。うん。なんですけど、町田、はい、えっと、町田に相馬選手が移籍というところで、いいでね、はい。ただ、トスから菊池選手も獲得というところで、はいうんうん で、前半戦では1対1の引き分けだったので、後半戦では勝ちたいなっていうところなあるんですけど、米本選手が早速ちょっと契約のこともあり、出場ができないっていうこともあったり、川崎選手がおそらく間に合わないんじゃないかなっていうところで、ちょっといきなりちょっと少年場にあるんですけども。十番大変だね。だから、アンカーで金子がやるか、福岡新平がやるかってところそうですね、はい。 まあただ、交代枠が、交代枠っていうか、中盤にかけられる人数がなかなかいない状態だから、それがちょっと心配。そうですね、はい。なるほどね。あとは、逆に言うと、名古屋はそ、はい、名古屋は名古屋で外側が心配なんですよね。あのあそうですよね。がやってきて、はい、多分彼が左のウィングバックやるケースはあると思うけど、 左のウィン、外側のラインに、まあ、怪我人抜けが多いってところがあったりとかするので、はい。まあ、京都からしたら、まあ、名古屋の右をつ、名古屋の左のところをうまくついていく。京都は右サイドの選手がこう頑張りたいってところになって、とはいえ、真ん中が逆に言うと、京都は空き空いちゃう部分とか、もしかしたらあるかもしれないから、そこをみんなでどう思い切れるかっていうのが名古屋戦でしょうと。そして、え、はい、その、そうか、週末のところは月曜日に試合があるってことになるんですね。そうですね、はい。 見るわけでに言ったら、マンデーライブの直前まで試合やってるんですよ、ここ <laughs> そうですね、はい。なるほどね、VS 新潟戦と。はい。では、両方とも順位近いっすね、だからね。そうなんですよね、はい。あの、もしかすると、6ポイントマッチ的なことになり得るかなっていうところで。そうです、ね。はい、7月のペースで行くんであれば、勝ち点4か、それとも6かってところになるでしょうから。はい。その、やっぱ7月のペースを維持できるかっていうことのためにも、 やっぱりいろんな新加入選手のならし若手の台頭っていう意味では、このスッとガルド戦ってのはすごく重要ですね。めっちゃ重要だと思います。はい。なるほど。ある程度整理できましたね、これはね。そうですね、はい。 はい。ということで。ちょサポの方も見ていただければ嬉しいです。えー、そうだね。嬉しいですね。はい。えー、ということで、今回は、普段の J リーグのリーグセンターは異なりますが、えー、J1、京都サンガ、VS、えー、ブンデス、リーガのスッドカルトの、どのプレビューというか、あっちで動画作らせていただきました。えー、皆さんありがとうございました。また。ありがとうございました。まあ、この週末のこの試合またね、うん、楽しみにしていきましょう。はい。薬くん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またです。 ありがとうございました。ありがとうございました。どう、福島君、スッドカルト。いやー、ちょっと、結構、あの、楽しみになりましたね。サンガも本当、順位も上がってきたのと、うん、あの、いい機会になるかなというところで。いや、そうだよね。はい。ちょっと、なかなかチケットの方が売り行きがあるみたいなんですけど、うん、あの、一つ、はい。選手にとっても、こうやってサンガーにいたら、こういうヨーロッパのチームと試合できるっていうのは、いいことだと思うので。いい なんとか J1 定着して、また来年もこういうのができるように。そうだよね。って感じですかね。はい。こういうのはしかも、スタジアムに来てくれるもそうだけど、裏での結構なんか、いわゆるチーム同士とか、あとは、今回で言ったら京都とか広島とのなか、はい。そういうところの経済圏の方々との、なんかいわゆるスポンサーシップ提携とか、いろんな話を裏々でやってるとかっていうのは結聞くものなので、はい、そうですね。なんかはい いわゆるなんか今後の交流のきっかけとかになってくれたらなんかよりいいのかなって思いますね。はい、うん。というところで、えーはい、後ろの後書きラジオでした。くじゅんん、<laughs> 改めて、はい、ありがとうございましたあ。ありがとうございました。はい、皆さんまた